マカドゥとのマッチアップです。いやかなり激しいですよ。なかなか出しところがない。ショットブロック6秒5秒、飛び込んできた。ここを決めています。田中どうする。西野、中はマカドゥが待っている。なかなか出せない。おっとシールだ。ちょっと狙いすぎてますかね。そしてこれ決めてきました、はい、石井が何とか、まあ、ちょっと狭いですね。ちょっとスペースがかなり狭いところでのプレーになりました。そして最後は倒れ込みながらラブナ、ラブナがおおこれ続きました。回します。細川からまたラブナ、このボールさ強い。あーこれも入った。ラブナ、ラブナがまた詰めてから落ち着いていました。ネゴロを待っています。ファールもらうのもいいですよ。はい、リアが5を超えています。ピックスが飛び込んでいく。ファールはない。ナイスバンドですね。ラベナ、いいディフェンスですよ渋谷。ラベナ、このまた強さを見せるか。少し距離がある。今度は来ました。ようやく来ましたね、はい、やっぱチャンスがあるところでしっかりね、あのディフェンスからリズムを作りながら、はい、あのシュートを放っていくというところは、またこれ狭いところ、ラベナからヒックス。飛び込んできたのがそのここに預けてくる。また狙ってくるのか。これも決めた。ラベナです。してる印象ですよね。ラベナとここは艶がつきます。またラベナがここは得点か、それともファールをもらうのか。決めてくる。この見どころしないね。ドットコートからここはその3点がまず欲しい。すぐさま打ってくる。捉えていました。ここは狙い通り佐々木。ここはラブナから前がちょっと空いている。この2ポイントの多いということになるでしょうか。まだ時間あります。はい、これ3ポイント差、はい。